はーい、こんばんは。今回は今のところ一人しかいない味方に振動特攻が付与できるキャラ、キリュウ桔梗を紹介。よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは始めていきましょう。百鬼夜行連合学院に通う2年生。百花繚乱の作戦参謀なんでリアリストな面があり、結構冷たい物言いをすることもありますが、根は優しい女の子。デバフに特攻付与、コスト減少と一人で何役もの仕事をこなせるんで、弾力走行の高難易度攻略に向いたキャラクターです。役割はストライカーで、クラスはサポーター。フルに性能を発揮するためには、緻密なタイムラインが必要になりますが、この分綺麗にはまった時には、卑怯にしかできない仕事をしっかりこなしてくれます。では、それぞれのスキルを見ていきましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは5で、十字範囲内の敵に対して30秒間防御力を割合で減少します。同時に攻撃力を参照した倍率のダメージも与えます。広い範囲の敵に防御デバフとダメージを与えます。コストはちょっと重いですが、同コストで似たような能力のバニーアスナと比べても、まあ水準通りだろうという性能。火力に関してはサポーターですが、武器種が SR なんで割と攻撃力が高く、もちろん本職の SR アタッカーには劣りますが、命中も高いので火力が安定します。また防御デバフが入った後にダメージが入るという処理なんで、倍率以上にダメージは出ますし、複数ヒットで会心発生の期待値も割とあったりと、キャラ設定からして有能な卑怯らしく綺麗にまとまっています。特に有効なのが総力戦黒影。最近めっきり見なくなったんで印象薄いですけど、高い防御と複数の位判定があるボスなんで、範囲で防御低下ができるこのエクストラスキルがぶっ刺さります。装甲も黒影の神秘攻撃に有効な重装甲なんで、過去1回しか開催されていませんが、必須レベルの生徒だった印象です。今回は大決戦でやってくるんで、また卑怯の活躍が見られそうですね。ただ防御低下だけなら同じレアリティで同じ振動属性に霞がいます。卑怯と比べて効果時間は短いですが、その分1コスト軽く倍率も少し高いです。卑怯を使う時に気になるのがそのコストの重さなんで、1コスト軽い分霞の方が取り回しやすく、総合的に見たらどっちにもいいところはありますが、防御低下だけ抜き出すと霞の方がちょっとだけ優秀かなという印象です。続いてはノーマルスキル。35秒ごとに発動し、25秒間自分以外の円形範囲内の味方に対して振動特攻を割合で加算します。この特攻倍率は範囲内で効果を受けた味方の数によって増加し、1人、2人、3人以上の3段階で変化します。自分以外の複数の味方に振動特攻を与える効果。振動タイプの味方が弾力装甲の敵を攻撃したら効果があるんで、かなり味方と敵を選ぶスキルですが、今のところ味方に振動特攻を与えられるスキルはこれしかないんで、めちゃくちゃレアな効果です。実際の範囲はこんな感じ。結構広く、得意コンテンツの黒狩りなら味方全てを巻き込める広さ。範囲内の味方も別に振動属性じゃなくても効果さえ受ければ人数にカウントされるんで、3人以上の最大バフ達成も結構簡単です。最大倍率は 40.7%、 基礎が 200% なんで足し算して 240.7%。 このスキルだけで火力がだいたい 1.2 倍になる感じですね。他の特攻加算系スキルと比べると倍率は抑えめですが、ノーコストで撃てることや発動周期、効果時間のバランスの良さと広い効果範囲などメリットもたくさんあります。ただ他の生徒はエクストラスキルで特攻を付与することが多く、スキルの始動タイミングをある程度調整できますが、卑怯は時間になったら自動発動なんで、このスキルを基準にスキル回しを考える必要があります。この辺は考え始めるとかなりややこしいんで、まあ、他の生徒に比べるとちょっと難しいとこもあるんだなくらいのもんでいいと思います。次はパッシブスキル。自分の攻撃力を割合で増加します。卑怯はサポーターですが、パッシブは攻撃力アップ。SR 持ちで基礎攻撃力がそんなに悪くないんで、意外と割合強化と相性が良く、エクストラの雑魚処理能力に関わる部分でもあります。固有にまで解放すると今度は弱体状態持続力が固定値で増加します。卑怯が与えるデバフの効果時間に関わるステータスで、この数値が高ければ高いほどエクストラスキルの効果時間が長くなります。最大まで強化すればデバフの効果時間は元の30秒から 19% 増加して 35.7 秒に伸びます。スキル回しのタイミングも変わってくると思うんで、重要な強化要素だとは思いますが、前回の黒影だとそこまで重要視はされてなかったのかなと記憶してます。最高難易度トーメントでも卑怯の固有2の有無に関わらずクリア報告はあったんで、少なくとも固有2かどうかでクリア難易度が大きく変わるというものではなかったと判断しています。最後にサブスキル。
30秒ごとに発動し、自分の攻撃力を20秒間割合で増加します。さらに最大3個まで重複できる風林火山というストックを1つ獲得します。このストックが3個になった時にエクストラスキルを使用すると、持っていたストックを全て解消し、自分以外の味方全員のスキルコストを1つ減少します。ただし、この減少効果はエクストラスキルの使用1回分のみ。定期的に攻撃力を上げながらストックを獲得、3つ貯めてエクストラを打てば味方のコスト軽減ができます。攻撃力バフと卑怯の相性についてはさっきのパッシブスキルの通りですが、それ以上に重要なのがコスト軽減効果。コストに関わる能力は大体強いの例に漏れず、こちらも強力。1コスト軽い分スキル回しが早くなります。またレベルで変化するのはバフの倍率のみなんで、このコスト軽減だけを目当てにするならスキル強化の優先度を落としてもいいというのもいいですね。ただ軽減ができるのはストックを3つ貯めてから、つまり1つ獲得に30秒かかるんで、時間は単純に3倍の90秒かかります。黒影だと制限時間は4分、フルで戦えても発動回数は2回が限界です。さらに効果の起動条件にエクストラの使用が含まれているんで、コスト軽減のためにコスト消費が必要です。自分以外の味方、つまり5人のコストを減らすんで、軽減コストは合計5。今日のエクストラコストも5なんで、得というよりかはプラマイゼロ。一応効果起動後はスキルを高速で回せるんで、このタイミングで一気に火力を稼ぎやすくなるという強みはあります。またエクストラがトリガーになっているのもデメリットばかりではなく、例えば同じようなスキルを持つココナは軽減タイミングを調整しづらいんで、スキルが暴発する時がありますが、こちらは能動的に起こせるというのも優秀かなと思います。雑魚処理もできる便利なサポーターです。範囲ダメージに加えて防御デバフ、特攻付与、コスト軽減もできるんで、今日は雑魚処理もできる便利なサポーターです。振動属性のおかげで特殊走行相手にも 1.5 倍でダメージが通りますし、複数への防御低下が必要なら一応出張も可能です。スキル上げの優先度は人によると思いますが、個人的にはまずメインとなるエクストラスキル、次に振動特攻のノーマルスキル、その次に常時火力アップのパッシブスキル、最後にコスト軽減のサブスキルという順番がいいと思います。黒影攻略の重要キャラです。範囲防御デバフのおかげで複数の暗い判定と高い防御を持つ黒影攻略の重要キャラになっています。加えて黒影の弾力走行に有効な振動特攻を味方に与えるという唯一無二の能力を持ち、味方のコスト軽減も可能、走行も有利と非常に強力なカードです。また安定するかどうかは別でしょうが、フォーメント攻略に星3状態でも起用できたという実績があるんで、リソース不足の先生にとっても頼りになるキャラというのも強みでしょう。パーティーの構成上、大体組むことになる水着花子との相性も良好で、今日はエクストラスキルで防御デバフ、花子はノーマルスキルで防御デバフと、お互いのスキルがうまく重複するようにできているのもいいところ。活躍場所がそんなに多くはないです。人によってはいいことでも悪いことでもありますが、弾力走行のコンテンツが今のところ多くないんで、卑怯の活躍場所も少ないです。任務攻略だったり合同火力演習で弾力持ちが来たらお呼ばれすることもありますが、スキル構成的に輝きそうな総力戦環境だと黒影しかいません。一応ペロルジェラの範囲デバフ役として採用もできますが、その場合ノーマルスキルの振動特攻は全く効果なし。ワンチャン輝くかと思った大決戦白黒の弾力走行戦もメイド桃井が暴れてたり、遠倍のミカで殴ったりと卑怯の木の字もないという悲しさ。せっかくブルアカで一人しか持ってない振動特攻付与があるんで、卑怯を活かせるコンテンツがもう少し増えてくれたら嬉しいなと思うばかりです。可愛いです。卑怯はとっても可愛いです。百鬼夜行の治安を守る百花繚乱の作戦参謀なんで、普段はそりゃクールなんですが、先生だけに見せる態度がめちゃくちゃ可愛いんです。もはや依存とも言える愛の重さは凄まじく、まあ言葉の好き嫌いはあると思うんですけど、公式生放送でも出たんで引用させてもらうと湿度が半端ない。メモロビも透き通っててもちろんいいですが、個人的にはバレンタインチョコのストーリーの破壊力がとんでもなかったなと思ってるんで、お迎えしてイベントが来たら読んでみてほしいです。というわけで教師の先生はぜひぜひ育ててみましょう。解説はこれで終わりです。まだ卑怯を持ってなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。
ー。